ボルボ、デザインヨーライフ。渡辺タスクと山田れながお届けしている J-WAVE ラジオドーナツ。この時間はボルボ、デザインヨーライフ。家族、こだわり、ライフスタイルなどを大切にするスウィディッシュシンキングのスピリットをゲストとともに探っていきます。今日お招きしているお客様は女優でシンガーの島田佳穂さんです。はい、おはようございます。おはようございます。ようこそいらっしゃいました。はじめまして。はじめまして。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、はい、なんだろう、ね、ちょっと緊張しますね。そうですね。あの早起き苦手なんですけど、今日は頑張ってまいりました。ありがとうございます。島田佳穂さんの場合はデビューお早くていらっしゃって。だいぶ早かったですね。ですよね。え、何歳でもうすでに、はい、ですね、10歳、これやった年がバレます。いや、10歳の時に子役でデビューしました。そうですよね、はいはい、という背景にあるのは、お父様も音楽家、はい、でお母様も宝塚ご出身のジャズシンガー、はい、そうですね。宝塚歌劇団の女優からジャズシンガーになった人でした。なんか、はい、あのお母様は、うん、島田さんがお腹にいた時もそのステージに立てたって、うん、まだ歌ってましたね。なので、まあ、本当にそれこそ胎教から母のジャズをこう歌う歌声を聞いていたっていうことになるわけですよね。そうですね。でもなんかすごくいいって言いますよね、お腹の中のお子さんになんかこう歌を聴かせるとかって、うんね、よくなんかそうですね、胎教からなんかいいものを聴かせたり、ね、触れさせたり、ね、記憶はないと思うんですけど。ないですね。記憶はないと思うんですけど。ないでしょうね。どういうものを歌ってらっしゃったんですか、お母さんはその頃。例えば本当にスタンダードナンバーですね、いわゆる。で、まあ、そのステージでビッグバンドの演奏の中で、はい、で今父がビッグバンドでピアノ弾いたりもしてました。だからね、違うでしょ普通。まあそうですね。普通だってあの、はい、ね、あの近所トラックが走り回ってる音とかさ、ね、すごい、近所の子供がね、はい、キャーキャー言ってる声が聞こえるとかさ、うん、そういうことじゃない、ない、ね、贅沢な音の中で時間を過ごしてらっしゃいましたね、小さい頃から。なんかね、あの父が家で歌を教えてたりもしてましたので、うんうん、あの生まれてからもその隣の部屋でレッスンをしている歌声が子守歌代わりみたいだったりして。おい。実はですね、はい、皆さんさっきあの10歳でデビューしたってところ今忘れてください、はい、今もう一回言いましたけど、今もう一回おっしゃいました。デビュー40周年をお迎えになったという直前にはおっしゃいましたよね。いや忘れました。もう一回デリートしましたから大丈夫です。去年おめでとうございます。おめでとうございます。というかもうお若すぎてびっくりですよね。全然もう言えない。ちょっとなんか去年自分でも愕然としましたが、もうでも本当に先ほどお話しさせていただいたように、まあ、小さい頃から両親の影響でそのまんまこう好きになったことが仕事になって、そのまんまそれをやり続けてこう気がついたら40年経っちゃったと、本当になんて幸せなんだろうって。やっぱり今でもお仕事楽しい、楽しくてしょうがないって感じですか。もちろん大変なこともあると思うんですよ。もちろん本当に毎回作品とこう向き合うごとにすごい悩みますし苦しみますし、もうなんかこれやっぱり私向いてないとかいつも思うんですけど、いや本当に思うんです。毎回思うんです。でもやっぱり結局そういう苦しみもなんか結局は好きなことのための苦しみだから、なんか苦労になってならないっていうか、まあ本当に幸せな苦しみだなって、まあ、とにかく楽観主義に、なるべくこう楽観主義にこう自分をこう命を向けていくっていうか、一生懸命そんな風にしてきました、はい、そう、それでですね、最新のお仕事がございます、はいはい、こちらに今フライヤーがあるんですけど、はい、ダウンタウンフォーリーズという舞台、はい、これ今月ですね、はい、5月26日から31日まで、はい、開催されますけど、こちらに、はい、ご出演ということで、はい、はい、これ2年ぶりの上演ということなんですけども、ね、この作品は、はい、2002年が初演なんですね、で、高平哲夫さんの構成演出、はい、それから川崎悦子さんの振り付けにより、うん、で、まあ、音楽は島県、僕の島県なんですけど、はい、音楽監督は島県さん、はい、で歌って踊ってタップしてコントして漫才して、出た寸劇して、もう何でも
もありの、そこ高平さんですよね。そうですよ、今夜は最高ですよね。そうですよ、そうですよ。そういう感じですよね。もうあのなんて言うんですかね、あのこう大人が楽しめる、そうですよね、抱腹絶倒の何でもありのショー、何でもありのショー。ストーリーはどういう、まあ、そういう感じなんですね。レビューショーなので、あの大枠はあるんですけど、毎回いろんなアプローチなんですね。で今回は、まあ、ちょっとその映画になったブロードミュージカルとかって最近結構ありますよね、まあ、そんなものがテーマだったりと、今回はまたその新作揃いであの力入っております。そうか、はい、これはだから何度見ても常に新しくなるっていうのも、はい、特徴なわけですね。そうですね、うん、ただあの初演からもう13年経ちましたから、平均年齢がすごいことになって、、はい、今回、うん、出演者5人中、もう4人が50代、はい、そうなんですね、はい、じゃあでも本当にワクワクしく、はい、歌ってはもちろんですけど、はい、踊ってもたっぷりあるということですからね、はい、ラップして漫才してコントして寸劇して即興劇とかもありますしね。島田さん、はい、こっから先の島田加穂の野望は何ですか。野望ですか。最後にそれだけお伺いします。野望ですか、ええ、もうねこれからもいろんなことやりたすぎて困っちゃって、あのダウンタウンフォールズ終わった後も翌月はもうすぐ今度全然別の自分 あのずっとちょっとこだわってるユニットでライブツアーもやりますし、あのまたお芝居もやりますし、はい、なんかずっと多分こうやって好きなことをあの追い続けて追い続けて、はい、あのうん、いけたらなって思ってます、はい、まずはね昨年40周年、はい、これからの活動も期待しておりますので、50周年60周年目指して頑張ります、はい、頑張ってください。一緒に頑張りますので私も頑張ります、ぜひ、はい、いや本当今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。ボルボデザインヨーライフ、今日は女優でシンガーの島田加穂さんをお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。ボルボデザインヨーライフ。This program was brought to you by ボルボカージャパン。